特急には中間遅れてしまった。さあ、特飛びの中間からは今晩8時遅れ。さあ、そしてアドバンスターの電源4000は岡田優定がスタート、アドバンスユニット TR ネットがスタートしまいました。さあ、中間ちょっと遅れてしまいました。電源4000は大友の中から、さあ、テクニカルを抜けまして高齢が入ってまいりました。さあ、大友選手のホールタイムが1分28秒655は5番手、1分28秒655は、さあ、中村みにとりかわして5番手に入ってまいりました。さあ、上位のオーダーは変わらず、受験さ、トップは徳富27秒801、2番手林太郎28秒177、3番手山本哲也28秒229が、さあ、ピンスプリンクラス上位3体のオーダーとなっております。さあ、そして戻ってくるのは、さあ、現在シリーズランキングトップで岡野東が戻ってまいりました。さあ、今回から BR ネット新型となりました。さあ、B 型を買っての、さあ、岡野東選手、さあ、岡野東選手が2秒254は、さあ、徳富の中間からコンマ4秒遅れ。さあ、岡野も中間遅れた、徳富からコンマ4秒遅れ。そしてアドバンスタートしてまいりました。さあ、戻ってまいりました。さあ、ゼッケン46は岡野選手のゴールタイム1分28秒554は5番手、中間タイム2秒154は1本目の中間からはコンマ5秒タイムアップ。さあ、中間コンマ5秒タイム上げてまいりましたが、徳富からはコンマ3秒遅れ。そして、アドバンスターの受験4は岡田広瀬選手とアドバンスユニット PR ネットがスタートしてまいりました。さあ、どうでしょう、戻ってくるのはシリーズランキング2番手、受験4は大久保忠隆がゴールへと入ってまいりました。さあ、大久保のゴールタイムが1分28秒422は6番手、1分28秒422は、さあ、大津のタイムを上げましたが、6番手までとなってしまいました。さあ、そして現在なんと8番手まで落とされてしまいました。ゼッケン46番岡野東選手、さあ、1本目は28秒554というさあタイムをマークしておりまして、岡野選手は現在8番手。さあ、今回から BRZ T 型の最新型の BRZ を投入してまいりました岡野広。さあ、中間計測ラインへと岡野が入ってまいりました。さあ、岡野が中間交代目1分1秒725、徳富の中間はこの